グスタフ・ジークムーント・カール・ノキ・グスタフ・ジークムーント・カールの木・ノキ、白尺の貴族、政治家。ハンガリー名は、カール・ノキ・グスタブ・ジグモンド。1832年、当時オーストリア支配下にあったモラビア地方のレトビッツに、ハンガリー系貴族の家に生まれる。主として、外交関係の官職を歴任したが、特に1881年11月20日、オーストリア政府の外相に任命され、 アンドラー氏外相の外交を受けて、以後14年間にわたり、ロシアとの協調関係を重視する外交を進めた。しかしその一方で、首相、エドワルト・ターフェとの関係は良好でなく、彼を辞任させるクワダテに参加したこともある。1895年5月2日、外相を辞任し、その3年後の1898年、プレードリッツで死去。ありがとうございます。